ユリア・ソルダトワは、ロシア出身の女性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピック女子、シングルベラルーシ代表。1997から1998年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権女子シングル優勝。現在は、フィギュアスケートコーチ。ロシア語読みでは、ユーリア・サルダータバが近い。 4歳からスケートを始める1997から1998年シーズン、世界ジュニアフィギュアスケート選手権と JGP シリーズファイナルで優勝。1998から1999年シーズン世界選手権で3位。1999から2000年シーズンロシア選手権で4位となり、ヨーロッパ選手権にも世界選手権に派遣されなかった。このことで、 ソルダトワは連名の最低に不満を持つ。このシーズンでコーチをエレーナ・チャイコフスカヤに変えた。1999から2000シーズン後にコーチをエレーナ・チャイコフスカヤに変更した。その際、チャイコフスカヤはソルダトワにベラルーシで指導するのでソルダトワにもベラルーシに来るように言い,い、国籍もベラルーシとして国際大会に出るようにと提案してきた。当初ソルダトワに 国籍変更の意思はなく、なぜ、ベラルーシ国籍で協議をしなければならないのか理解、できなかった。友人のマリア・ブッテルスカやヤやピセエフ連盟会長も、ソルダトワに対し、チャイコフスカヤ先生についていくのは賛成しないと助言をもらっていたが、最終的に、逸話出場を期待して、ベラルーシ遺跡を決心してしまったコーチの指示に、従って、ベラルーシ国籍に移し、 2000から2001シーズン、2001から2002シーズンの世界選手権は、それぞれ20位と18位だった。ベラルーシ国内に競争相手がおらず2002年、ソルトレークシティオリンピックも、容易に出場でき18位になったが、それだと後コーチの指定関係は悪化して解消した2002から2003年シーズンにより、ロシア国籍に戻し再びクドリャフツェフ夫妻に支持した。 ロシア選手権で2位に入るが ISU の規定により国籍を変えた後は2シーズン国際大会には出られないルールで世界選手権には出場できなかった。その後怪我もあり引退した。2007年よりコーチとしてモスクワ・モスクビッチにて指導開始している。現在、ノービスクラス。 ジュニアクラスの選手を複数指導している。2001から2002シーズン、2000から2001シーズン、1999から2000シーズン、1998から1999シーズン、1997から1998シーズンゼえ。ヤッピ政 F 会長がチャイコフスカヤ先生について、ベラルーシに行くのは賛成できないと言ったが、 私は愚かにもその道を選んでしまった。ぜ、コーチに古いプログラムをやりなさい、と無理強いされた。また靴のメーカーについてもソルダとは外然足を痛めた、メーカーを強く推薦し。 それを使用するように求められた http コロンスラッシュスラッシュニュース SPORT-EXPRESS.ru スラッシュ 001-09-28http コロンスラッシュ www.fskate.ru スラッシュに決定方法については千九百九十九二千 i s u グランプリファイナルを参照のこと。 ありがとうございます。